こんばんは、耳の目ムービーです。今夜のディスカバージャパン、奈良室生寺長谷寺を参拝して紫陽花を見てきまして、せっかくなので室生寺にも足を伸ばします。室生寺の仁王門から入るとすぐに石段、石段の上には国宝の金堂が見えます。堂内には国宝の釈迦如来像や十一面観音像などが収められています。金堂の隣には弥勒堂があります。弥勒菩薩像が安置されています。さらに足を進めれば本堂、その横の石段上には五重の塔が見えます。室生寺の五重の塔はとても有名ですね。この先には奥の院があります。長い長い急な石段を登ると奥の院にたどり着くことができます。奥の院には弘法大師を祀る大師堂があります。